サムライジャパンバッサス中日、4対1で試合終了。地球出したくないね。お疲れやで。アマプラは野球中継初めてで球速表示とかいろいろ出ないの、次までになんとかするって言ってたから許して。今日は投手陣めっちゃ良かったやしは。まだタイブレークで勝てるぞ中日。サポートメンバーに救われたな。打線はクソやったけど投手は良かったな。ヒット5本はまずいでしょ。伊藤完璧やん。しかし実質岡本しか打ってないのは大丈夫かこれ。運打線だね。負けただね。サポいなきゃやばかったやろ。さすがに今日は勝ったか。ミスターホワイトスモークは良さそうやな。サポメン頼りすぎて解消感じないわ。しかし打てんな中日の投手がいいのか。ヒット5本か本番マジ不安やわ。解消。サポートメンバー込み。伊藤完璧やな。あとはどこ任せるかや。国際試合の伊藤ってほんま安心できる。中日やべえな、こりゃ再開確定やろ。ハム選手強すぎて草近藤を含めて。サポートジャパン最高や。ご視聴ありがとうございました。